あれさっき封開けた俺のお茶どこよ。さっき開けたじゃん俺。うん。これ？あ、これだった。持ってた、手に。手に持ってた。でも昨日の恋ランよりはマシだよ。ホテルでフロントに鍵借りて恋ランで服洗ったら、間違えて自分の服と一緒に温泉入った後に使うバスタオルとタオルまで洗濯機の中にぶち込んじゃって洗っちゃって、でバスタオルとタオルないから風呂から出て内線みたいなやつ電話して、フロントマンの人に持ってきてもらって体拭いて部屋戻ったら、洗濯機の中にもバスタオルもタオルも入れてなくて、普通に部屋に置き忘れてたっていう二重沼。この辺の地域で元石川っていう地域あるんだよね。今何なんだろうね。道路標識に元石川って書いてあるんだよね。なんか矢印があって、なんか大洗とか水戸とかあって、なんか左元石川って書いてあったんだけど、今なんだろうね。多分発音的には元石川だと思うけど、パッと見元石川って書いてあって、今なんだろうなみたいな気になってさ、うるせえ、だったら話しかけてくんじゃねえや、おい。そんなことでうるせえうるせえって言ってたらや、話になんねえからよ、話しかけてくるんじゃねえ。質問すんなよ、ゲッセやろ。またうなぎ釣りかって言うけど、うなぎ釣りって見る前から分かるのに、うなぎ釣りかって、お前なんだよ、お前ルローニケーシンに出てくるさ、臼井さんみたいに片目潰れてんのかよなあ。え、ガトツの斎藤はじめと戦った臼井さんみたいに心眼で見てて目つぶれてんのかよなあ。クリックする前からどうなぎってわかるだろ。めちゃくちゃうなぎ放送じゃねえかよ。なのにまたうなぎかって意味がわかんない。またうなぎだよ。文句あるのかよ臼井。臼井両目が見えないのか、ごめん臼井は両目か、両目で目こうやってやってて心眼か、あれ両目か。臼井さん失礼しました。臼井さんは両目見えなくて、それで心の目で戦ってんのか。誰かわかんない、読めよルローニケンシンよなあ、読めよ。誰かわかんないで終わらしてんじゃねえよ。誰かわかんない、話についていけない、でも調べる気はないが君でしょ。違うんだよ、誰かわかんない、何の話かわからない、だったらルローニケンシン読もうってならないと、人はいつまでたってもデクのままだぜ。お前なんだお前、人間やってんだろ。なんで人間やってんだ。何でもわかんない知らないでごまかし続けてきたのか今日まで。え、ふざけた人生だな。そんなやつなんかよ、お前テトラポットに頭打ちつけて死ねえなあ、バカ野郎が。ふざけた話があるかよ。わかんないってことはこれからの成長の証じゃねえかよ。わかんないこといっぱいあった方がいいんだよ人間なんか。わかってることばっかりだったらつまんないだろ。人が話しててもさ、あ、それ知ってるよ、あ、それ知ってるよ、あれそれ知ってるよ、つまんなくないか。知らなければ知らないほどな、お前未来は明るいんだぞ。それをまた知らないんだけど、でし何か言ってるんだって、ブスの花沢さんみたいなこと言いやがって。意外にしとけよお前なあ。はよ釣れよって言うけどね、最初しかテンション高くないからね。始まったらもう、顔がうなぎの顔になるから。うん。2日後の今は、明日、明後日でしょ。2日後の今は、ごっちゃんと集合して、1時間後に競馬配信でしょ。ねえ。3日後の今はスロット打ってんでしょ。いや、早いな、時の流れは、みたいな。うん。いや、君らは早くないでしょ。無職だから。ねえ。今日は昨日のコピー、明日は今日のコピー、ね、寝て起きてネットしてお母さんの晩ご飯と朝ご飯を食べる毎日だから、君らは1ヶ月遅いでしょ。まだ6月かぐらいの感じでしょねえ。自粛期間中やっと世の中のやつらが俺らと同じ生活になったって言って自粛マウント取りまくったんでしょねえ。吉田沙保里のように上から乗っかってさ、マウント取りまくってワンツースリーじゃないけどねえ、相当取っただろうなあ。普段は差があるから親に謝れよ、せめて。せめて働かないにしても、こんな息子娘でごめんねって言って、謝れよ。俺は、au に謝るわ。au と明美さんに謝るわ。うん。au8 年ぐらい待たせてるから。うん。もともと、9万円ぐらいだったのに、待ってジーパン穴開いたんだかこれ絶対。ちょっと待って、見えないけど、ちょっと待って、これ穴開いてない見えない俺、デブすぎて、尻が。ねえ、これ穴開いてないかどうねえ。開いてんじゃん